やっぱりこの場所がベストだと思うんだよね。うん、ここにしようよ。ここかぁ、まあ確かに言われてみればここしかないような。やっぱりあれを建てるとなると、そこそこの土地が必要になるだろうし。けどここ一応園内なんだぜ、本当にここでいいのかなぁ。そう言われちゃうとちょっと迷うなぁ。あの子たち、何してるのかしら。何やら建築の相談をしているようですね。まさか、ようやく私たちの住居を作る気になったのかしら。いやぁ、やっとこの時が来たのね。なるほど、ようやく川の地雑魚から解放されるんですね。いやぁ、それはとてもありがたいことです。確か新しく来た村人用の住居らしいですよ。ちょっとそれどういうことなのよ。私たちのではないのですか。はい、確かそのような話をしていました。なんてことなの。でもやっぱり私たちだけじゃ決定できないね。確かにそうだな。とりあえずみんなに一度聞いてみるか。私知ってるのよ。結構前から私たち用の住居を建ててあげてって視聴者さんから意見出てるの。私も、それをずっと楽しみに。私に言われましても。それに、私は川の字で寝るの、好きですよ。あらやだ、ちょっとあんた嬉しいこと言うじゃない。仕方ないですね。あなたがそこまで言うなら川の字で我慢しましょう。ふふふ、ありがとうございます。皆さんどうも、霊夢です。プニチョコです。どうもどうも、マリサだぜ。はい、絶賛悩み中です。村人たちの家ですね。うん、この前拉致し勧誘した村人たちの住居だね。あれはどう見ても拉致だったぞ。まあまあそこは置いといて。そうですよ。問題の建築する場所なんだけど、私はここがいいんじゃないかなって思うの。まあ整地すればそれなりに土地は確保できますもんね。ただ一応動物園だから、園内に住居があることに違和感はあるよな。そうなんだよね。確かにそれは悩ましいですね。一応もう一箇所案があるんだよね。お、それはどこなんだ？もう一つは門から出たところだね。こっち側は今のところ仮拠点しかありませんよね。うん、そうなの。まあ土地はあるし、園外にはなるが、そうなると新しい問題が浮上するんだよな。そうなの。ここだと、せっかく作っても動画内で見られる機会がかなり少ないってこと。拠点から離れれば離れるほど、その可能性は高くなりますもんね。そうなんだよねー。ということで、視聴者の皆さん、ご意見を聞かせてください。最初に紹介した園内と、今紹介した園外、どちらがいいかコメントにて教えてほしいんだぜ。皆さんのコメント、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。お願いしますなんだぜ。さてと、今回はやり残し消化ということで、軽めの建築やっていきます。やり残し？うん。結構前に視聴者さんからアイデアいただいてたんだけど、この動物園、照明が少なすぎるでしょ？まあ、キツネ火を使ってるからな。けどせっかくアイデアもいただいたし、照明があればまた雰囲気変わるかもですね。うんうん。ということで、街灯設置しながら、コメント紹介。ウポチョコ、アリチョコです。前回はコメント返信できませんでしたが、今回もたくさんのウポツコメントありがとうございます。動画作成の励みになるので、これからもよろしくなんだぜ。よろしくなんだぜ。雪見大福ちょっと溶けてる方が美味しいのめっちゃわかります。おお、どうしよう。これは買ってくれる人いてよかったね。うんうん。よく考えたら、アイスなのにあえて少し溶けるまで待つ光景ってちょっと面白いよな。でも絶対待ちます。物好きだねー。うぷぷぷチョコーン。これはなんだ？ごめんなさい、これは私がツボだったので採用させていただきました。確かに後からじわっとくるかも。思わずクスッとなっちゃいますよね。ほんと好きだよな、こういうの。投稿ペース上げていってほしいです。ですね、頑張っちゃいます、8月は。8月だけなの？継続してくれてもいいんだよ。そういえばこの間、あつ森の動画連日投稿してたよね。うん、それで思ったんですけど、マイクラの動画って作るの大変。なので、さすがにあつ森ほどまではいけませんが、できる範囲で頑張ります、8月は。やっぱり8月だけなの？どうでしょうか？うむ、いい感じだな。やっぱり、影モッド補正が。否定できませんね。まあそう言わずに。
でこっちが明かりがついた状態になります。日照センサーをつけてるから夜しか点灯しないんだな。そういうこと。さてと、もう一つやり残しが、少し前に猫か猛獣の交配をしたと思うけど、まだ他にも種類があるんだよね。なるほど。今成功してるのはこのライサーと、この黒いパンガー、そして右にいるライガーの3種類だな。あと交配で増える種類は3種類あるの。半分も残ってたんですね。ところで、交配に使うのはやっぱり馬側のところか？うん、あのスペースを使っていくよ。じゃあさ、もうあの小屋いらなくない？それでは仕切り直して、最初の組み合わせは、黒ひょうちゃんと、ノーマルひょうちゃんです。それでは交配スペースへ。うん、あの角の囲いはなんだ？あーあれね。あれは未だに成功しない馬さんの交配要因です。まだこの子は試してないんだけど、未だに成功しないんだよね。じゃあ今から試してみますか？もしかしたら今回こそ成功するかもですし。まあ期待せずに試してみるか。多分ダメだと思うけどね。組み合わせは間違いないはずなんだけど、なぜか交配するためのカボチャがあげれないんだよね。なんかあげれたんだけど、どういうことなの？あんなに食べてくれなかったのに。これは、交配できるんじゃないか？うん、多分大丈夫だと思う。というか相手の馬さんの色間違えてた。あっぶな。もうすでに感無量です。いやーついにシマウマが仲間にできる。いやまだ交配成功したわけじゃないからね。それもそうだね。いやーあったー。落ち着け、まだお目当ての馬とは限らないから。あ、うーん。はは、緊張する。白と黒の牛島だったら成功だな。うん、さてどうかな。牛島だー。これは間違いなく牛島だな。ついに、悲願達成。これでようやくシマウマが仲間にできるので、そこから派生するペガサスやフェアリー馬を仲間にできますね。長かった。ついにやりました。近すぎだろ、落ち着け。これが落ち着いてられますか？まったく、じゃあこの流れでシマウマ仲間にしに行くか？あ、それはちょっと尺が足りないのでまた今度。そこは冷静なんだな。さあ今度こそヒョウさんたちの後輩です。あとはお肉を二人にあげて、外でひたすら待ちます。はい来ました。この子の名前はパンちゃんです。やっぱり生まれたては小さくて可愛いですね。けどしっかりひょうさんの模様を受け継いでるみたいだね。どうやらこの種類も実在しないみたいなんだぜ。さあどんどん行きましょう。次の組み合わせはひょうさんとトラさんです。順調だな。この子の名前はレオガーちゃん。おお、完全に虎の模様を受け継いでる。これは虎のように大きく成長しそうですね。最後はヒョウさんとライオンさんです。おお、見た目はライオン、模様はヒョウさんだ。なんか一番中間っぽいですね。これはライアードっていう種類なんだぜ。はい、時間を置いたので、先ほどのパンちゃんたちが成長しました。お、意外と早いですね。それでは早速お見せしましょう。じゃじゃーん、いや多すぎてわかんないわ。この子が最初のパンちゃんです。お、虎ほど大きくならなかったんだな。そしてこの子が2番目のレオガーちゃん。おお、やはり虎の遺伝子。大きいよね。最後にライアードちゃん。うむ、やはり中間、通常のヒョウと見分けるのが大変なんだぜ。尻尾がライオンさんっぽくて、ヒョウさんより模様が薄い気がしますね。実はまだ一つ試したいことがあるんです。その手に持ってるやつか？そうそう、黒ヒョウさんに闇のエキスを与えると変異するみたいなんです。
エキスということは、またミトさんのお世話になったのですね。毎度アリー。ああ、またダイヤが。まあまあ、早速試してみよう。それじゃ行きます。おお、翼が生えた。ということは空を飛べるのか？うん。これが漆黒の翼を持った、ウィングパンサーさんです。漆黒の翼、かっこいい。ふむふむ。どうですか？特に移動が速いとかはなさそうだね。あとピコより見た目がスリムかな。うむ、霊夢の方がでかいな。うん、かなり目立ちますね。恥ずかしいからあんまり見ないで。お、やっぱり操作性はピコと同じかな。ということは降下の時は落下に注意だな。いや、もしかしたらパンサーちゃんは大丈夫かも。ぜひ試してみてください。うん、大丈夫、絶対にしないから。いやあ、今日もいい仕事したなー。え、そんなに仕事したっけ？まあ馬の後輩が成功したのは大収穫でしたね。その通り。とりあえず今日のところはもうお休みしようと思うから、ミトさんたちもゆっくり休んでね。了解なのよ。お疲れ様です。今日も一日ご苦労様でした。それじゃ私たちも休みましょうか。そうですね、うふふ。スケさんあんた嬉しそうねー。まあとりあえず休みましょうか。いやあ。やっぱり落ち着きますね。あんたの気持ち知ってこっちはちょっとドキドキしてるわよ。まあ悪くはないですね。スケさんあんた夜中抱きついてこないでよ。うふふ。笑ってるし、私は静かに寝たいのよ。ミトさんの寝言もなかなかですけどね。ちょっとやだ、何聞いてんのよ。いやー、楽しいですね。最後までご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録まだの方は、ぜひぜひよろしくなんだぜ。最新動画やおすすめ動画も、まだの方はチェックしてみてくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。